皆さんこんにちは。ゆい役の高田ゆうきです。さっちゃん役の河野まりかです。ことは役の日岡夏美です。はい、この番組は2018年1月より放送開始予定のテレビアニメ「三つ星カラーズ」の応援宣伝番組です。イエーイ。いやー暑いですね。暑いですな。4月も半ばということですが、夏だね。夏だ。前回と何か変わったことありませんか？ありますか？いきなりは。いやいや、まあここもそうだけど、外に来ましたよ皆さん。ロケだ。ここはですね、上野公園に来ております。まあ三つ星カラーズといえば上野公園ということでですね、来ちゃいましたけれども、前回作らせていただいたアジトと、そしてこの T シャツ、はい、私たち身につけてきました。まあ目立つ目立つね。若干の恥ずかしさがね、外でこれを着るというのはね。そうよ。でもね、今回も三つ星カラーズとしてね、頑張っていきたいと思いますけれども。そしてですね、まあ工場とかはちょっと作りきれなかったということなので。そうなんだよね。前回おまけでね、頑張ったんですよ。FTX さんの方でね、やらせていただいたんですけれども。なんかね、だって引いたものがね、ちょっとワードが良くなかったので。そうなんです。結局できなかったっていうことで、詳しくは ATX さんを見ていただければ皆さんもまるっと分かっちゃいました。はい、ぜひ見てください。お願いします。そしてですね、まあこちらに来たからというためにはですね、もうからにはいろいろ遊んでいきたいと思いますので、小学生の気持ちでね、童心に帰ってね、今回も楽しんでいってください。それでは天才カラーズテレビ第2話。懐かしい遊びをしよう。さあ、ということで、何豪華商品があるということですが、これは教えてもらえるんですか？まだ取りに行ってる。豪華商品を取りに行ってる。どういうこと？では早速ミッション「昔の遊びをしよう」開始です。イエーイ。まず最初の遊びはお手玉です。結構わかりやすいシンプルなルールですね。見た目でも簡単ですね。それでは開始しましょうか。いいですか、準備は。できるかな。いきますよ。もう可愛らしいね。そう、その子たちのね、干支の顔が描いてありますからな。落としちゃいけない。落としちゃダメよ。ダメよ。よし、頑張ろう。よーい、スタート。どうする？どうしようかね。どうします？私今ズルしてた。しかも一個ずっと持ったままやってた。それはダメだよ。もう一回か。何事もチャレンジがそうだね。決着はつけなきゃいけないっていうことで。できる人いるもんね、絶対ね。そうだよね。今のでコツ掴んだかも。はい。それではいきます。よーい、スタート。わかる、その気持ち。消えたよね。あ、持ってたんだね。ダメだよ、残ってるから。2つになったところでいきますよ。よっしゃ、今度こそ。よーい、スタート。あ、結構いけるよ。結構いけるよ。誰だい？私だよ。さあ、皆さん、続いては縄跳びでございます。今日協力という形で縄跳びをしたいと思うんですが、なるほど。全員が飛ばなくても3人で協力して、そうだね。誰かが飛んだり、もしくは1人がこう回して3人で飛ぶ。それできることもできるのか。できなくはないんじゃないかなとは思う。人で一回飛んでみない？じゃあ3人でこういうやつ、そうこういうやつどうやるの？一人が持つ、そうそうそう。で皆さん入ってください。集合集合。ここに入る？え、ここ？こう？こういうこと？なんか違うね。いくよ、飛ぶからね。せーの。こっちだっけ？反対かな？こっち側。いくよ。はい。せーの。1、2、3。これ一点じゃない？22いけそう。ねえ、これあとどれぐらい？ああ、もうすぐ30秒。25秒くらいだった。ああ、やばいなこれ。足して、55秒？うんうん。今55秒だ。今55秒だって。ノルマ5秒だ。あと5秒ならいける。よいしょ。いくよ。せーの。何？できるならほら1分いきたいから、うん、ほら嘘だみんなで言っていいやつだって 5秒って言っといたらさ、頑張れるかなって気持ちいいからね。確かにね。そうでしょ。めっちゃ疲れてるじゃん。ちょっと疲れたなこっち。めっちゃ疲れてるやん。ちなみに今のタイムは何秒でした？18秒。意外と言ってた。言ってたってことは OK？ 全員でノルマ達成。やった。よかった。こんな体張ることもなかなかないんだよね。なかなかないな。すごいわ。さあ、ということで縄跳びチャレンジでした。あれ？ってことは、おご褒美があるんじゃないかい？本当？まあ待てと。さあ、続いての遊びはめんこですということで、まあまあここにじゃあちょっとね、大きさが3段階あるめんこがありますので、ちょっとじゃあやっていきましょう。あれ待って、なんか一番大きい感じしますけど、なんかそれ強いだろう。なんか強いだろう。めんこ多分ね、大きさとか関係ない。絶対あるよ。関係あるから大中小なんじゃないの？まずみんなやったことないよね。やったことはないけど関係ないかもしれない。関係ないかもしれないのか。一回やってみよう。とりあえずこれで一回やってみるか。はい、じゃあ始めます。まあとりあえずこういう順でね、いきますからね。そう、おきお真ん中に置いてみる。おお、なんかかわいいわ。すごい強い。あれすごい。これは自分のが裏返ってるけど1枚獲得ということで。すごい。なんとほら、絶対大きいの強いんだよこれ。確かに。なっちゃんも取ればいいんだよこれ。分かった、やってみる。弱いのでもね、小さいのが強い場合もあるよね。やってみよう。なんかさ、びくともしない感があるんだけど、これがね、多分ね、なっちゃんもうちょっとね、もっとこう力を入れて、力が足りない風圧で飛んでいくから。なるほどね。風圧で飛ぶって今言いました。このちっちゃいのとか風圧とかあります？あるね。ないよ絶対。嘘でしょ。今全然動かなかったもん。なっちゃんの狙うぞ。やっぱなるんだよ。狙った。ママ見ててって。なんだこの人。おおおお。自分の出たよ。でもこれ出てもいいんだけど、これさ線から線にかかってる。線にかかってるのはダメ。ダメ。完全に出さないとダメ。そうなんだ。じゃあ次なっちゃんだね。はい。じゃあなんか中くらいのやつをね。アリがいる。ああ。じゃあ狙われてるやつをいくぞ。狙われてる。ああ。いやでもこれは線に入ってるからまだセーフってことじゃないかな。危ない危ない。ちょっとじゃあ私ちょっと脱落ね。じゃああと2人ね。いきますよ。はい。えい。おお。すげえ。やっぱこいつの不発すげえんだよ。この大きい子すごいの。いやいやいやすいませんね。なんなんだ。なんなんだ。やっても頑張ってなっちゃん。もう最後のせめてこのちっちゃい子一個で。その子で。なんかあの子たちを狙ってみる。行こう行こう行こう。行きます。うん。乗っかっちゃった。さあ、それじゃあ集計しようか。あれ、なんか2枚もある。あれ、なんか2枚も取りました。なんか悪い大人に騙された。俺もしたいことがあるぞ。どうしたちっちゃい者たちよ。誰かちっちゃい者たちよや。いやもうこれはいいんですか、そんな感じでいいんですか。すいませんでした。謝るかい。謝るかい。あ強いでもねやり方が上手だったね。そうやり方だった。めんこウェイってやってたからね。いいよめんこマスターでいいよ。さあ次の遊びはこちらです。続いての遊びはだるまさんが転んだ。負けた人が鬼ということでいきましょう。ここ大事よ。最初はグーじゃんけんぽい。おー勝った。最初はグーじゃんけんぽい。あーどうぞどうぞ。頑張ります。鬼です。じゃあ私たちあっちの方からスタートなので。絶対逃がさないからな。うわー怖い。うわー超久しぶり。いくよ。はーい。だるまさんが転んだ。おお、いいね。なんだろう。暑いな、そろそろ帰りたい。ねえ、なんでそのモデルポーズすんの。動いてない。動いてないよ。やばい、10言葉じゃないな。チューチューかぶりらかわいいな。しぶといな。だるまさんが転んだ。ムカつく。ムカつく。触ってないよね。笑ってないなんか。だるまさんが転んだ。ねえ、なんなの、怖い。まあ、タッチしろよ。だるまさんが転んだ。1、2、3。で、10歩私がやればいいんですよね。いきます。まつげだろう。もう絶対タッチできたのにさ、なんか今キャンとかで、はい、まあ結果がご褒美の結果が出るということですので楽しみに待っててください。次の遊びがあるかな？最後のゲームはおままごとです。これがこの3人が演じる家族設定になります。大事だね。はい、ではゆうゆうこちらを開いてみてください。なんだろう。ででん。場面設定は家族団らんでの楽しい夕食時。おお、夕食か。ですね。わかりやすい設定ですね。だしね。濃いんじゃないですか。じゃじゃーん。それぞれの設定は、私は子供役竹やぶで1000万円を拾った。どういうこと？竹やぶ？1000万円拾ってきた子供。私夫役でボーナスがなかった夫。うわ、気まずいよこれ。気まずいなこれ。なるほどね。そして私、これすごい長いんだけど、内緒で高級ブランドバッグ200万円をボーナス一括払いで購入した妻。なんかお金が絡んでるんだね。お金結構絡んでるね。ボーナスが出ると思ってたけど出なかったっていう。買っちゃった。買っちゃった。でも内緒にしてるんだよね。多分来た。でも私は1000万円を拾った。すごいな。では、行ってみましょう。はい、おままごとスタート。お腹すいた。お腹すいたな。ご飯どこ？今日は何かな？あ、そうだったわね。今作るからね。今何か持ってなかったか？ごめん、今日サンマでもいいかな？サンマ好きだ。サンマいいぞ。ちょっとねママスーパー行くの忘れちゃって。あ、スーパー行くの忘れたのか。珍しいな。でも人参と大根しかないからサンマでもいいかな。サンマでもいいよ。サンマでいいよ。今日ママなんか変だね。そうだな。そわそわしてるな。パパもでも変だよ。まあちょっとな、後で話さなきゃいけないこともあるなと思っていてな。どうしたの？いいんだいいんだ。お前はな。あ、サンマ。まな板の上にザクザクザクだと。豪快だねママ。すごいなママ。ママ食べて。お腹減ったでしょ。お腹減った。じゃあ俺ここがいい。あ、いいな。頭はいいぞ。頭が良くなるからな。あ、おいしい。あら、よく食べるよね。おいしい。今日何か学校でいいことでもあったの？ないよ。ないのか。出ちゃった。そうなの。みんないいな。じゃあお母さん、これ私もいただくね。食べて。美味しいな。お母さん、そういえば今日仕事どうだったの？あ、仕事か？順調に進んでいたぞ。そうだけど、まあそうだなママ。そうだな、ちょっとママ、ちょっとここで話さなきゃいけないことがあるんだ。あら、何？どうしたの？何かしら。まあこの時期といえば、この時期といえば、まあ会社からボーナスが出てくると思うんだが、本当にすまない。ちょっと今回ボーナスが出なかったんだ。ちょっとまあ今不景気だろ。それでうちの会社も例に漏れずちょっと不景気がまあ影響していてな。ボーナスは出なかったけど、でも家族団らん、この夕食時、やっぱりこんなに美味しいご飯を作ってくれる奥さんがいて、こんなに可愛らしい子供がいて、まあ、最高の家庭だ。ボーナスがなくても楽しい毎日を過ごせるな。前向きに考えていったら。どうしたんだ。どうして泣いているんだママ。美味しいぞご飯は。全然サンマ一匹でも。サンマ好きだ。僕毎日サンマでもいい。辛いな。サンマでもいいの？どうしたの？なんで泣いているの？なんで泣いているんだ？我が家は今日から節約します。まあボーナスが出なかったからな。まあ節約しなきゃいけない。それだけじゃないの。どうしたんだ？私、謝らなきゃいけないことがあるんです。どうしたんだ？何それ？ママ、なんだこのキラキラした箱は？何それ？綺麗。これ、私のバッグ。バッグ？箱ではなくバッグだったのか。バッグか。バッグがあったの？なるほどね。200万円したの。200万円？年ってどれぐらい？ちょっと頑張ってなさい。はい。200万円だと？どうしてこんなものを買ったんだ。そうでしょ、そう思うでしょ。私ね、あなたのボーナスが出ると思って、自分のご褒美につい日頃の疲れを忘れて、一つ自分に何かご褒美が欲しかったの。なんで一言も相談しないんだ。これはこんなボーナスが出ないことも考えなければいけないだろう、このご時世。そんなんでいいのか。ちょっとこんな姿は見せられないな。ちょっと向こうに行ってなさい。向こうに行ってなさい。ねえねえ、これあげるよ。元気出して。なんだこれは。バサー。1000万円をバサー。これさっきね、竹やぶで拾った。なんだと。これ何？これは。これ200万円より多い？多いよ。なっちゃん、これママたちもらっていいの？うん、いいよ。あげる。ママもパパも好きだからあげる。よくこんな重たいお金をそんな一瞬で。頑張ってこうやって持ってきて、今ポケットに入れてた。頑張って。すごいな、1000万円がポケットにだと。これで毎日サンマ食べれるね。なっちゃん、サンマどころじゃない。毎日トリュフでいいわ。家族って大切だ。なぜママ引き始めたのか。なぜそれを持ち運び始めたのか。今日は家族元気に過ごしています。カン。さあ、ということで遊び尽くしましたが、ここからは表彰式に移りたいと思います。お手玉を一番うまくすることができたゆうゆう。おー、できたのか。できてた。お、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。では、そんなゆうゆうにはこのご褒美の中から一つ選ぶ権利があります。なるほど。どうぞ選んでください。そうですね。じゃあ今目の前にあったこの子をいただこうかなと思います。よし。じゃあ早速開けてみたいと思います。何が入ってるかね、私たちもまだ知らないので。あ、なんか封筒が。封筒？随分大きな封筒だね。何だろう。なんか入ってる？あ、入ってる。何？これは。じゃじゃん。え？これ。まさか。Amazon さんで買える3000円分のカードをいただきました。直しい。思ったより直しい。おめでとうございます。続きましてめんこの。はい。優勝者である私がご褒美をいただきたいと思います。やるな。あのめんこでな。まあ君たちにリベンジ戦とかも用意したいとは気持ち的には思っている。それどれを選ぶの？ちっちゃいのには服がありそうな気はするんだ。小さいのも確かに気になる、あのサイズ。なんだろう。これ。なんかポチ袋みたいなね。お金かな。そういう想像しかできない。どうしよう、お年玉とかもらう年じゃないんですけど。あ、ちょっと待って、なんだ？引っこ抜けない。あ、何？威厳が出ます。これは途中でゆいちゃんがつけてた威厳だ。いいな、羨ましい。いいな。Amazon の3000円分より全然欲しいな。あげないし、これ私のだし。続いての表彰に移るぞ。姿勢を正してこい。はい、続いての個人賞はだるまさんが転んだでしょう、ひよかなつみ。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。それでは自分の好きなご褒美を一つ選ぶがいい。じゃあ2人の賞を見て、迷わず大きいのを選びます。いや、さっきこれ欲しいって言ってたじゃん。こっちがいい。すごい手のひら返してる。開けてみます。なんだろう。これもゆうきと同じく封筒が入ってまして、ドキドキ。何かな、何？Amazonのなんかが入って。ちゃんも笑顔です。嬉しい。みんなでやろうね。続いてはですね、3人で協力した縄跳びとおままごとのショーでございます。こちらはピーあ、威厳が威厳がこれ使えないの？これダメだね。こちらは P がこちらのね設定が守れていれば、商品ゲットということでございましたが、もう素晴らしいと絶賛が来ました。ということで我々3人にはですね、こちらのご褒美1個ずつもう1つずついただくことができます。ありがとうございます。いいですね。ちょっと見てください。これは残ったご褒美がね、ちょっとサイズ感が違うんですけれども、確かにこれでもトラップの可能性もありますよ。皆さんちょっとこれ仲良く分けようね。でもなんか今ちょうど並べてみたら、ちょうど目の前にあるものが本当いいかなって思うの。これがゆうゆうがそれがいいって言うんだったら、言ってないから、それがいいって言うんだったら別に私はそれでもいいよ。なんでこんなチームワークいいんだ。いや違う、トラップの可能性もあるからね。そうだよね。いろいろもしかしたらこれすごいいいもの、一番いいもの入ってるかもしれないよ。そうかな。じゃあ私から開けていい？いいよ。一番いいものが入ってるかもしれないんだ。あ、でも剣だ。剣？これは？次回のお弁当がちょっと豪華になりますけん。めっちゃいいじゃん。おめでとう。お弁当だよ。よかったね。おいしいのにさ、メモがあるんだけど、全く同じこと書いてあるのは何なの？なんで入れたの？なんで逆に入れたの？どうする？開ける？どっちから行く？どうしました？なんだと思うみんなこれ。ちなみにメモに書いてあるのはね、精神が安定します。あ、でもこれさ、ずっとこうやって指で今流行ってるやつ、本当に流行ってる。ちょっとこれ開けてみよう。見たことないよこれ。じゃあそれを全然見たことないよ。それをさ、やる前にさ、みんな見て。どうしたの？鉛筆と鉛筆削りです。なんでここで小学生感急に出してきたん？急にね鉛筆と鉛筆削りと花火をもらったよ。すごいね。嬉しい。ありがとうございます。じゃあ思ってる？今回もあっという間にエンディングですよ。はい。まあ今回はですね、盛りだくさんでしたが、お二人ともどうでしたか？楽しかったね。童心に帰れました。いろんな遊びできたし、懐かしい気持ちにもなりました。そうだね。体を動かすとやっぱり楽しいね。またおまけコーナーとかもね、ATX さんでございますので、見ていただければと思います。次回は9月初旬予定でございます。ということでお楽しみに。番組では私たちに挑戦してほしいことや応援メールを募集しておりますよ。メールアドレスはこちらです。たくさんのメールをお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。お送りしたのは河野まりかと高田ゆうきとひよかなつみでした。またね。